兄上が傍らにいる。それだけで魂が熱くたぎるのを感じます。我らで真田の戦を天下に示そう。まずはそうだね、やろう。真田丸に敵を引きつけるぞ。信行さん、本当にこれで良いのですか？その覚悟確かめさせていただきます。今のうちに別動隊は徳川の背後に回り込むのだ。よし、敵に蹴取られぬよ。任された。進め。このままでは城外の味方が危ない。援護するぞ。なんと見事な。姉上、どうか兄上と共に戦ってはいただけませんか？あなたたち兄弟はいずれのものであるよ。今は殿への地位は捨てられません。これは三国の名、核の上は尋常に勝負。姉上、団結こそが勝利の鍵。総大将たる私が出れば話にならぬ。敵増援。秀頼が出てきたか。この機を逃すな。近づくで真田丸を落とせ。開門。正面から攻めるばかりとは芸がないわ。行くぞ小次郎。三の丸を抜け。敵増援。雪村様とも、お雪様が一緒に。
戦ってる。さあって、ハルキスカのお仕事っと。真田兄弟の侮りがたし。砲術を打ち込み、揺さぶりをかけよ。砲撃の雨に紛れ、三の丸から侵入する。雪村、待っている。敗北。敵増援。私だったかもしれん。仮名のため心を殺して徳川にした。だがその先に待つのは。勝てるかもしれない。戦！
そう。そうだね、やろう。まずい、逃げ出したい。燃やし尽くせ。ヒーロー影勝った言葉は無用。ただ一人の者のとしてお相手いたす。感謝する。壊し尽くしてやる。何を迷われます。金継殿、立場は違えど愚がき貫きが金継殿のはず。雪村、私の気は真田と交戦した。撤退の理由には十分です。お引きを。これで家名は守られる。雪村、魂を打った私を許してくれるのか。私は、私は金継ぐ、己の疑心に従え。これより上杉は真田につく。の背後を取ったぞ。家康、覚悟。味方援軍。バカな、いつの間に。開門。肉を切らせて骨を断つ。徳川軍を打ち崩せ。救われたか。ここは引かせてもらうわ。秀忠さん、お引きください。ここはお任せ。開門。豊臣は前がかりだ。だが大切な分を忘れちゃいないかね。本陣への道は開かれた。家康様、
参ります。真田の勝利、絆の勝利です。ああ、勝利を分かち合える者がいてこそ本当の勝利なのだな。